後輩、双子にはもう話したんだけど、今週は店開かないからバイト全部休みになるぞ。放課後一人掃除当番で遅れて作業部屋に顔を出すと、アン先輩がそんなことを言った。休みって何かあったんですか？魔女さんがちょっと実家の都合で帰らなきゃいけなくなって帰省することになったんだって。それ今週だけで済むんですか？さすがに急な話だし、来週には帰ってくるって本人が言ってたから。マジさん抜きになるとさすがにお店も開けないんですね。いやー、まあオーナーがフィンランドかノルウェーだかに行ってるタイミングだからな、どうしようもないって。私たちはオーナーがいるイメージなかったけど、むしろいない方が珍しいんですよね。そうね、浅間さんも忙しい、アリサさんもオーナーと一緒、マジさんもいないってなるともうしょうがないかしら。話だけ聞いたことのあるオーナーの親族の人たちだ。ご実家の都合なんですね。そうだぞ。後輩が何か勘違いして責任を感じかねないからちゃんと伝えとけって言われたけど、何したんだよ。教え子として先生の期待に応えられなかったですかね。この辺割とガチでへこんでるんで、冗談も言えなくて困るやつ。私たちがレン君にしょうがないよなんて言っても全然元気出してくれないしね。ひなとあやがうだーっと伸びる。池永君が女の子に優しく励まされればそれで元気とやる気を出す単純な男の子だったらよかったんだけど。それは本当に良かったでいいのかな。心配かけて悪いとは思ってますよ。そういうとこです。自分で空気悪くしたとか思ってそのままネガティブを連鎖させてくやつ。ひなに指摘されてグーの音も出ない。というかバイト中もマジさん、レン君の話振ると気まずそうに目をそらしてたんだよね。マジさんは自分の教え方が悪かったなんて言ってたけれど、マジさんの課題をこなせなかった俺が不甲斐ないって話です。とはいえマジさんがご実家に帰った件は池永くんは本当に無関係だから気にしなくていいわよ。あれ純子先輩、もしかして詳しい話知ってるんですか？一応名義は父だけれど、マジさんの雇用主として聞くことは聞いてるもの。俺たちに教えられる話じゃなさそうですね。マジさんが自分で話すならいいけれど、一応プライベートなことだし、不幸とか病気じゃないのは保証するわ。レン君のせいじゃないなら気にしなくていいってことだよね。ほら、いつまでも心機臭い顔してない？そうだぞ、無理やりにでも自分の機嫌を取って何とかしてください。自分の機嫌を取る？いつまでもそんな調子だとお姉と一緒にすごいことをお見舞いするぞ。なお今回はすごいことアドバイザーに菅野純子さんをお招きいたしました。どうも、お招きいただきありがとうございます。この場合はアダルト方面で攻めるか恐怖方面で攻めるか悩むわね。どっちも遠慮します。テンション戻します。頑張ります。純子先輩絡むとほんとやべえことになりかねないからな。具体的なプランは？あ、何か手伝ってって言うなら手伝ってもいいよ。デートとか行っちゃう？なんで疲れてる時にひなの面倒を追加で見なきゃならないんだ。思わず出た本音のせいでひなが笑顔のまま俺の腹にストレートパンチを打ち込んできた。今のはいくら本当のことでもレン君が悪いと思います。俺もそう思います。崩れ落ちた俺のことをつま先で突きながら文句を言うアヤに俺もそう答えるしかなかった。マジさんがいない日々はサボるようなこともなく、けれども大事件が起きるようなこともなく過ぎた。来てくれて助かったわ。そして休業明けの前日、1週間ほど店を閉めていたこともあって開店準備がいつもより大変ということで前日に手伝いを頼まれていた。いや、今週分のバイト代が入らなかったんでこうして呼んでもらえるのは助かるんですけど。
タイミング悪くひなとあやは実家、他のバイトの人もこんな急にじゃ捕まらなかった。マジュさん大丈夫ですか？聞いていたこと以上の何かがあったみたいですけど。アン先輩だけでは手が足りず、ヘルプということで俺と菅野先輩が急遽呼ばれていた。そうね、純子に話した以上にいろいろあったのよ、いろいろ。とはいえまずは仕事だろうと俺たちはマジさんの指示で動き始めた。あれ？マジさん、この辺の材料賞味期限過ぎてるんですけど大丈夫です？大丈夫じゃないわね、しくじった。先週使い切ったと思ってたんだけど残ってたか。明日の分は大丈夫なんですか？午前中に届くし、もともと午後開店の予定だからそれは大丈夫なんだけど。あん、切れてるのそれだけ？なんかこの辺まとめてギリギリっぽいですけど、ほらこの辺。うわ、ギリっていうか一週間閉めてたしダメね。さすがにお客さんには出せないわ。マジさんはギリで出せない食材と俺たちを見る。しょうがない。ついでに今から夕飯作るから食べてってくれる？やったー、食べます食べます。いやー、バイトないとついつい夕飯食べるの後回しにしちゃって。しちゃってじゃないでしょ。けどその割に元気そうね。この子、池永くんと三枝さんたちに呼ばれてそっちでお夕飯ごちそうになってたんですよ。ついでにそのままアン先輩はひなとあやの部屋に泊まっていく感じになっていた。まあこの際1年生の3人がいいならいいことにするわ。3人分作るのも4人分作るのも変わりませんでしたしね。ちなみにバイトがないイコール夕飯を食べないのではと気づいたのはあやで、そのまま学校終わって連れ込んだ流れだ。何か作るなら手伝いますよ。じゃあ頼もうかしら。この辺の缶詰とかも使っちゃった方がいいわね。そんな感じでマジさんを手伝いながら手早く料理を作っていく。あ、これ食べきれないわね。あん、持って帰る？帰ります。あー、今日はいいな、ご飯がたくさんもらえて幸せだな。池永くんが料理をしているところ初めて見たけれど、やっぱり手慣れてるのね。本当に何もなければバイトに入ってもらいたいくらいだけど。だけどどうしたんですか？まあ隠すようなことじゃないというか、もしかしたらの話なんだけど。隠し事をしてる時のひなと同じくらい歯切れが悪い。それ隠し事下手すぎだろう。邪魔さない。マジさん、実家には顔を見せてくるだけなんて言ってましたけど、私がこのまま実家に帰ることになるかもしれないから、その辺もオーナーと相談しないとな、なんてことになっちゃってね。思わず俺の手も止まってしまった。マジですか？もしかしたらの話だから、それに帰るとしても急にとかそういうことはないわよ。さて夕ご飯にしましょうか。そう言って話を強引に切られた。どういうことか気になったけど、どう聞けばいいのか。アン先輩も似たような様子でオロオロしてる。あら、美味しそう。池永くんのお料理はお弁当以外食べたことがないから楽しみだわ。一人マイペースな菅野先輩が俺とアン先輩にアイコンタクトを送ってきて小さくうなずく。任せろと言っているような気がして、俺たちもうなずきを返した。そしてそこからはさすがの菅野先輩だった。純子は本当昔からこんなで、1年の時からだもの。最初同い年くらいかと思ったわ。みんなでご飯を食べている間もどうにも調子が乗ってなかったマジさんに、いつの間にか酒を飲ませていた。喫茶店に料理に使う以外の酒があるのかと思ったけれども、オーナーが店を閉めた後にマジさんたちと飲む用のがあった。それを知っていた菅野先輩がうまく魔女さんを乗せ、今では横に座っていつもの調子で話を聞いていた。魔女さん、めっちゃスルスルお酒飲まされてる。怖いわ。カウンターの裏、おつまみを作る俺と
それを運ぶ手伝いで入ってきたアン先輩がその様子を離れて見ていた。ホステスとか接待とかそういう仕事向いてそう。人のなんかそういうなんかね、うまく乗せたりとか、まあ流れをそっちに持っていく力が相当強いよね、純子先輩。菅野先輩の進路って芸術家のそばに立って人との交渉とか折衝とかするって言ってましたよね。美術賞？実業家？そんな方向で自立したいなんて話を聞いていた。よし、今のうちに味方につけとけ。な、な。言われなくてもそうする、そう思わせるだけの状況が目の前に広がっていた。やっぱ人のつながりは大事だぜまあ、 利用するとかじゃなくてね、普通にね、そういうすごい才能を持ってる人が身近にいるかもしれないから。ただそれだけでそれ以上のことはしてない。俺たちがさっきからずっと気になってる魔女さんが実家で何があったとか、何で戻るかもしれないのとか、そういう話を菅野先輩は全くしない。そういえばアンってば、三枝さんたちの部屋にお泊まりしたのよね。アンが女の子の友達作ってそこにお泊まりなんて、はあ、お姉さん嬉しいわ。そこまで言われる流れはわかりますけども。池永くんにも面倒かけたでしょ。いや、俺のとこでは夕飯食べてアニメの映画見てただけで、あとは全部ひなとあやに任せてたんで、特にはさすがにお泊まりするときに俺ができることなんてないし、やることもない。ただ何か思い出したのか、アン先輩が俺の方をチラチラ見てくる。どうしたんですか、ひなとあやに何かされましたか。いや、うちの寝巻きがなくて後輩の寝巻き借りたなーって思い出して。まあそうか、レディースサイズじゃあんのは入らないか。あやが俺の持ってる一番でかい寝巻き借りてったけど、やっぱり先輩用だったのか。理由を言わない妹も妹だけど、聞かない後輩も後輩じゃないか。待て、なんで目をそらしたいや、あやが俺の寝巻き借りていくのは初めてのことじゃないんで。その話詳しく聞かせてほしいわ。不用意な発言で不用意な興味を買ってしまったことに気づくけど、もう遅い。あ、いや、こう最近ひなと同じサイズの寝巻きだときついんで、ゆったりしてるメンズものを試したいとか、そういう話でして。今気づいたんだけど、妹が最初うちに貸そうとしてた寝巻きになんか大きいメンズのワイシャツっぽいのあったんだけど。それはアヤが試してる寝巻きかなんかじゃないですか。今言われてアイロンがけ頼んだ中で古いシャツが一着戻ってきてないことに気づいたけど、それを言うつもりはない。その真相は姉妹ルートの方のあれだろうねはい。服の貸し借りまでしてるの？俺が借りるパターンがないと思うんですけど。ところでその池永くんの寝巻き、アンは入ったの？一応なんとかギリギリ。いや、大変だったんだぞ。メンズもののブカブカのやつを着てもギリギリってどういう、やばいね何がですか？ちょっときつくて、もう一個って胸元開けて寝たんだけど、姉の方がめっちゃ抱きついてきた。ひなは抱きつき癖があるって昔からあやが言ってましたけど、同じベッドで寝たんですか？3人ならギリ寝られるし、床用の布団もないからって双子に押し切られた。あの姉妹とアンが3人で寝てるっておいしい絵面やね。お泊まりの時の写真とかないの？ベッド転がって妹に乗せられて一緒に自撮りしたやつはありますけど。ちょっと見せなさい。これは池永くんに見せちゃダメね。さっきの話からしてダメだって分かってますし、アンが男性もののパジャマ着て胸元開けてるのはかなりポイント高いわね。かなり興味はあるけれど、俺が見るわけにはいかない。なんて感じで魔女さんの話をしないで、けれど菅野先輩はスルスルとワインを飲ませていく。
多分そういう作戦なんだろうと分かっていて、俺とアン先輩も邪魔をせずただ話に乗っていた。そして何がどうなるのかというと、